トリート、ローモンカモウ八幡神社は、福岡県北九州市小倉南区みくカモに鎮座する神社。旧社格は、県社。王関、カモ村に山の峰にたきり姫命、たぎつ姫の命、一ち島しま姫の命の三神が守り、我、長くこの地を守らんと告げる。そこで、里人は、紫の池の辺にたきり姫命を祭り、 二山の山頂に、多吉姫の命を祭り、紫の後に、加茂宮に、王神天皇、神宮皇后を祭り、加茂を八万宮とした。元略元年、高神元に、壇の浦の戦いで、兵士が敗戦。安徳帝は受水し、三種の神器も海中に沈む。源の頼朝はこのことに嘆き、菊軍皇浜浦の両陣の長。 岩松与造に神器を探し出すよう命じた。岩章は、鴨八万宮に、神器発見、安全を祈願した後海に入り、鏡と曲が玉を網に得ることができ、源の頼朝に献上。岩章はこの功績により、菊一軍を与えられるが、鴨毛の神々のご神徳によるものとし、一軍すべてを神社に寄進した。原稿、章教、剣無念館、虹山城主。 菊氏に数形を受け、多くの信領を与えられる。大永年間には、菊池方田が神殿を混流。大英2年4月に、小倉城主、小野田種久より、菊軍大野将平田二端を与えられる。天章の初めに、大友宗麟の陛下にかかり、神社消失。このことを憂いた岩松屋兵は、高浜に神社を増留し、社号を、菊屋あたぐとした。小倉城主、 高橋明氏が、社殿造営し、鳥居を混流する。天正年間、小倉城主、毛利しなからも熱い図形を受ける。慶長七年、小倉城追記に伴い、細川忠興は、神社が鎮座する高浜を東古和とするために、菊や綿具を、元の加茂の地に移し、社号を再び、加茂八万宮とした。官営九年に入国した小笠原藩からも熱い。 数計を受け、社殿造営等がなされた。2011年12月27日、北九州市教育委員会は社殿を北九州市の有形文化財に指定した。カモ八万宮は、1570年代に陛下に、かかり、社殿が消失する。その後、カモから鎮座の地を移し、高浜に再造流され、小倉城主、城下周辺の氏神となる。以後、 現在も小倉中心街、長浜、末広、愛之島の氏神神社は、加茂八万宮となる。境内には1923年に、京町、宮地岳神社の氏子から奉納された、昇格記念碑や、江戸、明治、大正、昭和時代に、八百屋町、方町、京町、魚町、加寺町、長浜、船場町、船町など、 小倉北空事故から奉納された、灯籠、狛犬等が数多く残る。加茂八幡宮が干渉する神社の中に、湯河神社、木舟神社、祇園社など小倉の歴史において、重要な神社が残る。加茂八幡神社を私有形文化財に、指定西日本新聞2011年12月28日。ありがとうございます。